はい、ということで、あれ、レイク湯崎さんだっけ。はい、レイク湯崎さんです。約3年ぶり、まあ、ちょうど3年ぶりですね。はい、急に来ました。はい、ネモクルさんがいます。今日はですね、なぜ来たかというとですね、ちょっとこの間はネモクルさんのイグジストを貸していただいたんですが、ちょっと私の方が届いて、で昨日ちょっとはい、メンテナンスっていうか、はい、してまあいわゆる入魂ってやつですかね、しなきゃいけないので、はい、昨日ちょっと浅香さん行ったんですけど、なぜかちょっと忙しくてあまり釣りができなくて、まあ、今日入魂かなみたいな感じで来ました。はい、これですね、ニューイグジスト。はい、で、まあ、とりあえず今7時5分ぐらい前で、どうなんですかね、もう寝袋早速投げてますけど、猫がいきなりますね。ほんとここなんか広い感じするよな。インレットってあんな感じだったっけ。沖でなんかこう動いてますね。あー、沖でモケモケありますね。今日もしできたら、はい、ニューイグジストのインプレかなんかしてみたいと思います。はい。